アイオス・ニコラオスはギリシャのクレタ島にある都市で、その周辺地域を含む基礎自治体。ラシティ県の県都である。アギオス・ニコラオス島も表記される。町の東側にはシティアがあり、西側にはクレタ島の首都であるイラクリオンが、南側にはイエラペトラの町がある。2000年には町の近郊の村も含めた。 アイオス・ニコラオス氏の人口が1万9000人を超えた。町の一部は古代のラトプロス・カマラの町の上に立っている。アイオス・ニコラオスの町は、青銅期時代後期にラトの要塞を占拠したドーリア人によって建設された。その時、丘陵地にあるラトの要塞は、防御が弱いために、港を持つアイオス・ニコラオスの地が注目されることになったのだった。 アイオス・ニコラオスとは、聖・ニコラオスを意味する。また、聖・ニコラオスが全ギリシャと公会の聖人となってからは、アイオス・ニコラオスの町の名は、ギリシャやキプロスで、特によく見られる地名となった。アイオス・ニコラオスは、ラシキ県の県都となってから二重ある集落や、農村の中心となり、観光の町としてよく知られるようになった。町には小さな方であるブリスメニコをはじめ、 小さなビーチやアイオイパンテ島、考古学博物館や地元の植物展覧会、イリアなどが観光の名所となっている。観光客は主に8月半ばにギリシャのみを旅行する西ヨーロッパ人が多い。プリースメニコには散歩道のある小さな公園や競技場、カフェなどがあり、古城には伝統的な漁船やアヒル、ハトなどがいる。アイオスニコラオス港、アイオスニコラオスは、 ギリシャ本土からの交通の便が良く、ニコス・カザンザキス空港からヨーロッパ各地に行くことができ、またイラクリオンからは1日に何本ものフェリーが運行されている。さらにアイオス・ニコラオス港からは、ピレウスとドデカネス諸島行きの航路が運行されている。ありがとうございます。